20話ごとお別れできるようにね、皆さん頑張っていきましょう。小川慎弘です。はい、今回の動画はですね、抹消、長年寄り添ってきたこの20話後にお別れする方法をあなたにお伝えしていきます。まあ、女性の方にね、どこ気になりますかって聞いた時に、大体この首のねたるみとか20話後っていう方は結構多いんですけども、ここのね20話後やはりこうね、お別れしたいですよね。でここばかりは矯正ですね、普段来るお客様に矯正をして、まあ、一時的にスッキリさせることはできるんですけども、やはり家に帰ってる時間、お仕事したりとか日常生活の中でこう下向いてることが結構多いと思うんですよね。スマホ触ったりとかデスクワークもそうだし、こう前かがみになってすること多いですから、どうしてもここがたるみやすい状況になっちゃうんですよ。なのでここは施術だけ、矯正だけではなかなかね作りきれないので、必ずこれホームケアっていうのは大事になってきます。だから年々ね、やはりその気になり度がどんどんひどくなって、もう毎年今年こそは、今年こそはとね、こう20話がなんとかしたいと思ってる方もですね、やってもなかなかね結果出にくくなるんですよね。なので本当にもう決心して覚悟を決めてやってもらわなきゃいけないんですけども、こればかりはですね、もうホームケアでもう日々やっとかないとダメなことなので、ぜひねやり方をしっかり覚えてもらって、日々やってもらうことでスッキリと状態を作って、それをキープすることもできますので、今回はね今年を機に20話ごとお別れできるようにね、皆さん頑張っていきましょう。では早速やっていきますね。はい、今回のミッションはね3つあります。でまず20話後の原因としては、やはりこの首の下の後頸筋ですね。この後頸筋が普段下向いてることによって縮んで、まあ、サボって縮んで、その周りの皮膚とかね、お肉が垂れ下がってくる、これがまあ20話後の原因になってくるんですけども、あともう一つですね、ベロですね。口腔内でこう口の中でベロがどこにあるかっていうのでも、この喉元のこのお肉ですね、ここのたるみなんかがすごく関係してきます。でベロの位置はですね、以前にも動画あげたんですけども、口ごぼを解消するっていうことでミューイングというね、口腔内メソッド、ベロをですね上顎の方にピタッとくっつけて、喉奥深い筋肉をこうしっかりと上に上げとくっていうことが大事になってくるんですけども、今回はそのミューイングをしながら後頸筋の上と下とを緩めて、でそしてさらに首をしっかりとすっきりさせた状態で最後にね、ちょっときつめのねエクササイズもやっていきます。でまずはミッション1ですね、ミューイングをしながら後頸筋ですね、下顎のエラの部分についている筋肉をマッサージするんですけども、じゃあまずね実際にこう今首元触ってもらって、今のこうふっくら感、ふくよか感を確かめておいてください。でミューイングをしながら、この下顎の台ですね、そこを指を使ってこう下顎のねエラの際に沿って、こう前後にねマッサージで緩めていきます。じゃあこれはですね、30秒ずつやっていきます。30秒やっていきますね。じゃあまずはミューイングですね、ベロの位置を上にグッと上げます。でそこからマッサージしていきます。よーいスタート。はい、OK です。これだけでもね上ちょっとスッキリする感じがありますね。で同じく今度後頸筋の下ですね、これが鎖骨のとこついてますから、同じくミューイングでグッとこう下をスッキリさせた状態で鎖骨のキワをですねマッサージしていきます。これは、親指とか、まあ、手を交差する感じでもいいんですけども、鎖骨の内側から外側に向かってこうマッサージしていきますね。でこれも同じくミューイングをした状態でマッサージしていきます。でよーいスタート。はい、終了です。さあこれでね、普段サボりがちな後頸筋ですね、これが縮んでることで頭がより前に来やすくなっているのが、この後頸筋緩めることによってこう上が向きやすくなるんですね。普段こう服でもこう引っ張られてると窮屈なんですけども、これ緩めることによってこうここの前が解放されます。
これでさらに今度運動していくんですけども、今度は片方ずつやっていきます。でまず首ね、ちょっと触ってほしいんですけども、こう普段猫背で顔が頭が前に来るので、首も後ろから前にわーってこうね、お肉が下がってきて、すごくお肉肉肉しい感じがあると思うんですけども、これ片方ずついきますけども、片手でこの首のお肉をですね、軽く後ろにグッと後ろに持っていきます。そうするとここ張りが出ますよね。これでちょっとこう張りを作った方の首と反対とではこう肉肉さが違うと思うんですけども、手のひら全体を使って首のお肉をですね、後ろに持っていきます。今右側の筋肉に張りを持たせています。でここからですね、さらにこの後傾筋をしっかりと伸ばしながら運動していくんですけども、これ片方ずつなんで、まず右側の後傾筋のストレッチをしていきます。でまず上を向いて、で左向いてピーンとこう緊張させるんですね。これ手で首を押さえてなくても上向いて左向くとピッと突っ張るんですけども、今回はそこに後ろのテンションも作っておきます。しっかりと後ろにテンションを持ってきて、テンションを作って張りを持たせてから上向いて左向いて、さらにここの右側のね、後傾筋をしっかり伸ばします。でこれだけでも十分ね伸びるんですけども、さらにここから下顎をね前にアイーンって出すことで、さらにもう最大限に筋肉を伸ばしていきます。でこれも30秒いきますね。で用意スタート。後ろにテンション作って上向いて左向いて、はい、OK です。さあどうでしょうかね。もうめちゃくちゃ首細くなってますね。で張りを作った状態でさらに普段サボってる筋肉を伸ばしますので、かなりねすっきり感がありますね。じゃあ同じく反対側もしっかりと首に張りを持たせた状態で後傾筋のストレッチをやっていきます。でいきますね。よーいスタート。後ろに張り持たせて上向いて右に行きます。はい、シルです。さあこれでどうでしょう。普段首が前に前に来て、こう二重肩とか首のたるみとかね、原因になった筋肉を全てスッキリした感じがあります。ただこれはですね、やっぱりこう長年蓄積したものが溜まってる人ほど時間かかるので、もう根気強くねこれやってほしいと思いますね。でここだけは本当楽して綺麗にも健康にもなれないですから、日々の努力が本当に形となって出てきますので、年々この顎のラインと首との境界線がねなくなってくると、やはりそれもね首が太く見えたりとか顔が大きく見えたりする原因になってきますので、しっかりと首とね下顎とのこの境界線がいつまでも出るようにね、ぜひね続けてやってみてください。はい、では今回の動画ねおさらいしていきますね。今回ミッションね3つですね。まず1つ目がですね、後傾筋をマッサージします。でその時にですね、もう1つこの二重顎の原因となっているこの下顎のこの下の筋肉ですね、これを口腔内メソッド、ミューイングというのを使って上げていきます。でミューイングはベロをですね、下顎の方に下がっている方が結構多いかと思いますが、これをベロの上の、ベロを上顎の方につけます。でやり方としては、上の歯、上の前歯の裏側に一旦ベロをつけて、そこから一旦バックさせて、上にキュッとこうベロと上顎がくっつくようにしっかり持ち上げます。そうすることでここがこんな感じで上がります。これを普段やっとくとですね、もうこれがもう通常普段でもこういう状態が作っとくと、この喉元のねこの辺のたるみやすいとこが常にスッキリした状態がキープできますので、ミューイングをしながら今回は後傾筋のこの上の部分、下の部分をマッサージしていきます。でまずミッション1がミューイングしながらこの上の部分ですね、4本指でこのエラ元ですね、エラの下を前後にマッサージしていきます。これがまずミッション1ですね。でミッション2、同じくこの後傾筋、この下の部分ですね、鎖骨の部分をミューイングしながら緩めていきます。鎖骨の内側から外側、外側から内側と反復的に
マッサージしていきます。でこの2つをすることで後傾筋が緩んで、普段前にグッと引っ張られているものが上がね向きやすくなるんですね。要はここの前の縮んだところが解放されます。でそこからですね最後に、首のたるみを取りながらこの後傾筋のストレッチをしていくんですけども、後傾筋は上向いて回旋すると片方がしっかり伸びます。でそこからインってするんですけども、そこにさらにこの後ろから垂れ下がってきたお肉にテンションをつけて張りを持たせた状態でこの動きをしていきます。やり方は手のひら全体でこの首の筋肉をですね、表面のお肉を後ろにぐーっと引っ張ります。そんな強くなくていいです。手のひらが全体に密着して表面の皮膚が後ろにこう引っ張られる感じで OK です。これでね張りが出ますので、やってない方は皮膚がすごく動きますけど、こうやって張りを持たせてるとすごくいい張り感が出るので、この状態で上向いて左向いて、そこからアイーってこう前にさらに伸ばしていきます。なので後ろと縦とでそこからさらに前に出すので3方向の力が同時にかかるわけですね。これをすることで普段サボりきってもうたるんたるんの二重箱がスッキリさせることができます。で結構大変ですけども、これもうね本当に二重箱気にしてる方はもうこれぐらいしないと絶対ね取れないので、もうねここ覚悟を決めて今年こそはこれをねさらばできるように頑張ってみてください。で今回の動画を見てねお役に立ったなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でねお会いしましょう。小川慎でした。